参院選埼玉選挙競争、ということで本日は埼玉県をやっていきたいなというふうに思うんですけども、定数4ということで4人受かる選挙区ということなんですけども、ね、まあ人口が多いんでね、で、まあ、今回の注目ポイントは、まあ、4位争いですよっていう。4位争い、まあ実質もう3名なんか決まってるみたいな今感じになんか言われていて、じゃあ4枠目がどこになるのかっていうところで、まあ、一応自民党の、関口さんと公明党の西田さん、そして立憲民主党の高木さんは割ともう固いんじゃないかみたいな。あ、そうなんだ。まあ、まあ強い政党だからね。まあね。もともと。で、4枠目を、日本維新の会の、角さん、角田清さんという方と、共産党の上村紗友子さんという方と、そして無所属の上田清さんという方で、まあ、争っていると言われているっていう感じですね。はい。で、まあ、じゃあ2019年。うん、2019年から埼玉、今まで3だったのが4になりましたと。あ、増えたんだね。増えた増えた。で、その4枠目は前回誰だったのかというと、維新に対して共産党が上回って、共産党の伊藤さんという方が当選したっていう感じですね。じゃあ今回も、じゃあ維新と共産の争いなのかなみたいな感じになるじゃん。うん、 そうね、うん、そこで一人じゃなくてとんでもない人が出てきて、この上田清さんっていうですね、あの無所属の方なんですけど、異名がの選挙の鉄人って。すごい。すごい。だからもう野球で言うと衣笠と同じポジションです。鉄人だからね。そうそうそう。大相撲で言うと寺尾っていう。いいよ。鉄人をいっぱい出してくれていい。寺尾は大相撲。寺尾関。懐かしいね。懐かしい。そしたらあんまなんか強くなさそうな感じ。寺尾、寺尾だった。寺尾で、すみません。寺尾だとちょっと強くなさそう。衣笠強いよね。でもね、この鉄はただ強いだけじゃないのよ。まず4回連続落選してます、最初に。そう、1980年か1993年まで落選してて、それ以降ずっと勝ってるっていう。あ、そういうことね。そう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 。いや、逆に言うと落選して13年間落選し続けても選挙5回目また出たっていうのがまずそもそもすごい。それが鉄人って言われてる。そうそう。で、ちょっとずつ票が上積みしてってっていう。鉄人だね、確かに。もう鉄人要素がもう努力の人です。うん、確かに、はい、もうえぐいですと、うん、はい。で、まあ、その後埼玉県知事とかもやってる。知事やってんの？知事を4期務めたっていう、衆議院も当選して、うん、埼玉県知事もやっていてっていう感じで、で、しかもこのね、2016年に当選した大野さんっていう方、この方は今埼玉県知事なんだけど。あ、そうなの？そう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 。途中で辞めて、で、この上田さんが逆にここの枠に入ったっていう。あ、で、2019年に参議院議員にもなってます。だから今またこう現職の状態でこの選挙出てくるっていう。そう、あ、現職なんだ。そう、現職だ。ただの無所属で国民民主党推薦ですと。あ、で、あ、民主党は推薦、民主党、国民民主党推薦してんのね。ただ国民民主党の候補は多分普通の人が出たらもう100負ける。でも上田清さんだったら分からないっていう感じでね、はい。でしかもう選挙マニアとかの人からもうすごい人で、もうパイオニアですと。もうだからもうずっと負け続けたから、いろいろもう工夫を凝らしていて、うん、もう A 型看板っていうのがあるんだけど、うん、板なんかベニヤ板、うん、ベニヤ板みたいなのこう2つこう、あー、あるね。これの作った人、最初に始めたのがこの上田さんで、お店の前とか置いてあるやつ。そうそうそう。あれを政治活動でこうやったのが上田清さん。あれも今みんなやってる。あ、そうなんだ。そう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 。あと名刺ビラっていうのがあって、うん、名刺型のやつをなんか三つ折りにして渡したりしてるのね、うん、で普通になんか名刺交換とかするでしょ、うん、でそれを選挙の時にビラ配るんだよ。これ配れる枚数決まってるの、うん、で普通みんな大きなビラとか、うん、なんか内輪型のビラとか配ったりするんだけど、はいはい、名刺型のビラにこの証紙貼りね、うん、配れるやつを貼ってそれを渡してると。で、この名刺ビラを渡すと捨てないのよ。あ、確かに、ね、でこの後ほんとめっちゃちっちゃいサイズのビラをね作ったりとか、へえ、こういうのをやったりしてますと。あ、そうなの。あとね、トゥルートゥートゥルートゥー、この音楽流れると埼玉県はみんな上田清さんを思い浮かべるっていう、ロッキー、ロッキー、ロッキーのテーマ、毎回そのロッキーのテーマ流れると上田清さんを植え付けたっていう。へ、まあ、でもロッキーのテーマもちょっと鉄人感あるし、ね、そうそう、うん、なんだ。だから運動会で入場曲出て流れでしょ、うん、あの時みんな保護者さんは上田清を思い浮かべてる、思い浮かべない、普通に子供より上田清を思い浮かべてるってぐらい、まあ、ロッキーも浸透させてると。へー。で他にも選挙強いさ、ビラ配りの位置が他の人と違うよって言われてて、うん、普通こうなんかビラ配りの時ってこう例えば歩いてくるとするじゃん、うん、そしたらちょっとなんか通り道邪魔にならないように横からこう、まあ横からでも普通ね。上田さん違います。え、真正面に立つ。そう、邪魔じゃん。邪魔なんだけど
もう そういうの動じない。へえ。もういったらそのでそこの手元の位置にもう逃げる道を塞いでいくっていう、はいはいはい、といったことをやったりする。であと僕握手してもらったことあるんですけど、うん、やっぱね違いますね対応が。普通みんな、なんかもうこんな感じなんだけど、うん、一回すいません冷たいんですけどみたいなこう一言添えてから温かし手が冷たくなってるけど一回温めてからそうそう、うんうん、まあ、てあ本当に潔癖症以外の人は多分喜ぶ感じの潔癖症の人は握手しに行かねえだろいやいやでも、いやでも政治家ロックオンしてくるから、ね、潔癖症の人にもね、はい、っていう本当にものすごい選挙の鉄人と言われている方で、まあ、今回どうなるのか。ただね、まあ、強いと言われてますけども、うん、まあ、衆議院選挙前回無敗の男って言われてた中村喜四郎さん負けてるんで僕が見に行ったやつね、はい、選挙の鉄人が今回どうなるのか確かにっていう感じです。はい、ただこの当選してる時もあの新進党とかあの別にそんな強くない政党のとこで、あの元々自民党とかそういうとこじゃなく勝ってる方なんで、そうなんだ、はい、別に政党がなくなったからといって弱くなる人ではないっていう感じですね。はい、そして、続いて自民党2人擁立論っていうのがもともとこの選挙区だったんですけども、うん、まあ定数が4になったじゃないですか、うん、いやこれ自民党2人当選じゃねえみたいな、あ確かに感じになって、実際公募集めました、うん、で公募集めた2日後チェッカーイってなってなくなったんですけども、それはなんでかっていうとあの公明党があの切れるっていう、まあそれはそうだあの、まあ、自民党がやっぱその公明党を応援するっていう推薦ね、そういったこともやるので自民党が2人出すとじゃあ公明党が危うくなってくるっていうところがあるんで、うん、まあ、最終的に党の本部からいやそれはやめてくれみたいな感じで言われて、うん、あのそこが収まったって感じなんで、だちょっと自民党の中ではちょっと埼玉の自民党の中ではちょっと不満が溜まってるかもしれないって、あのもう出すこともやめさせられたみたいな感じですと、はいはいはい、そして、まあ、ちょっと今回争うであろう日本維新の会の、賀来武吉さんね、うん、この方はライザップグループの取締役でしたっていう、ドゥルツドゥルツ、あそう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 、だからもし絶対あの落選したらトースポとかにあの結果にコミットできなかったって言われちゃう絶対受かんないといけない、多分確かに絶対受かんないといけない、言われるな、絶対言われちゃうからライズアップいじりされちゃうから、確かにでも僕もいじってな仕方ないだろ、取っちゃってんだよ、そういう演出してくんないから、ライズアップ演出してほしいな、ライズアップ演出あんじゃないの音とか、確かにでーっつってでなんだろうなんだろうなんだろう、でも個人的にはなんか逆ライズアップやってほしいなと思って、逆ライズアップ、なんか大体さそのあの太ってる状態からシュッとする感じになってるで、10年後とかにあの新人の状態から急になんか二階さんみたいななんか全部飲み込んだような顔になってほしい、やだな10年後やだよ、賀来さんがそうなのやだ、そうそう、で、まあ、ボストンコンサルとか弁護士とかって結構すごい、でも若いね、まだ41、そうそう、すごい、だからなんか維新っぽい候補者というか、維新はこういう感じなんだ、維新っぽい候補予定者ですね、はい、まあ、でも維新がまだ埼玉はそんな強くない、もう前回共産で負けてますし、地方議員もまだ10人ちょいしかいないんで、市議会議員とかも、埼玉全体だよ、うん、そうすると、手伝う人とかも少ないから、まあ、ライザップの 社長とか取締役ってすごいと思うけどね、そこを前面に出すのか出さないのかみたいな、あそういうことね、で結構今、ベンチャー企業みたいなのをなんか取締役みたいに表記してるから、あそうなんだ、だからここをあんま出さないようにして、ライザップって隠してるんだ、分かんない、そこはどういう戦略なのか分かんないけど。あと立憲民主党今回新人の高木真理さんっていう、女性の方で、元枝野さんの秘書とかもやってたんで、県議会議員とか市議とかもめっちゃ経歴の長い方で、で夫の高木廉太郎さんとか前回の衆議院選挙で落選してしまったんで、もう絶対今回受かんないと夫婦とも揃って落選っていう感じになっちゃうんで、ここはまあでも多分いけんじゃない、ただ上田清さん若干支持層かぶってるというか、もともと民主系で支持になってるんで、確かにね、だから埼玉ずっと民主系が知事なんですよ、へえ、すごいね、異様な感じの上田さんがもうなんかぶっ壊したというか、ね、今はそんな感じになってるっていう感じです。あと政治皆さんがやるんですよ、一緒にやりましょうっていうね、あこれあの山本太郎さんが前回の衆議院選挙で、あのなんか18歳 の方とかと喋るなんか討論会みたいな、はいはい、あった時にそういった言葉言った、うん、それを見てあのこの西美恵子さんって方があの、うん、チャレンジすること決めた、テレビで皆さんいや僕らがやらなきゃと、皆さんがやるんですよって言って、あ本当にやる人が出てきたっていう、すごい50歳にして、そう、へえすごいね、
あと日本大麻党っていうのなんだそのやべえ政党は、まあ、NHK 党の中のあれなんですけど、あの医療大麻とかじゃなくて、あのもっと大麻解禁してください、医療大麻とかじゃないですよ、もう個人だったら、ね、趣味として栽培するのは OK にしてくださいみたいな感じで、まあまあ海外では大麻 OK だったりするからってこと。いやでもやっぱ、ね、でも長嶋さんのやっぱ一番好きな、忘れてません、なんか、あ、なんか懐かしい人いません、一人懐かしい人誰だろう、あのお、かわいいですけどかわいいすぎる千葉県中選で、白塗りの元渡辺エンターテインメント右肩上がりの河合祐介さん、河合祐介だ。でも今回政権放送やっぱ白塗りにしてくるのかっていうのは、いや白塗りにしてくんじゃない、あいつは。そうだね、忘れてたということで、埼玉選挙どれか、あ、そうだ、予想してなかった、予想すごいそれ、はい、まずここはね、さっき硬いでしたね、ちょっとね、で今こう争って、実際情勢とかでもかなりあの争ってる感じなんですけども、うん、まあこれからっていう、ね、そうなんだ、やっぱり鉄人はてか、むしろこの4位争いしてるのはちょっと考えられないぐらいね、やっぱ強かった人なんで、ちょっとそうですね、ちょ、維新がやっぱ地方議員がまだ少ないっていうのがちょっとね、あ、やっぱり大阪の方が強いってこと、大阪、いやもう関西に比べたらもう全然っていう、うんうん、まあでも前回では全然戦える位置にはいると思うので、うんうん、全然勝っても不思議ではないんだけど、うん、っていう、本当にで、あと各さん自体がもともとそんなに知名度のある方じゃないから、うんうんうん、結局維新の支持票だけが入る感じになっちゃうというか、前回2019年に維新で当選した、音喜多氏で関東の、ね、東京の人とかは、うん、維新票と音喜多氏の個人票が上乗せされたりとか、個人、神奈川でも維新初めてあの勝ったんだけど、うん、その時もあの松沢茂文さんって元神奈川県知事がいたから、維新プラス神奈川県知事みたいな、だそのプラスアルファがない分どうなるのか、確かにね、あとライズアップでいかにね、あのコミットできるかはいや、やってほしいですけどね。まあ確かにね。あの、裸で、裸で票減るか。誰も言うのにそうだけど。票減るか。でも、なんかでも選挙日焼けみたいに言うんで、うん、あ、なので選挙前の写真と選挙後の写真とかでなんか使い分けてほしいなっていうふうに思いますけども。うん、ということで、斉藤君、一応僕はこの4人なんじゃないかなっていうふうに思いましたところなんですけども、はい、いかがでしょうかというところで、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。うん。